おはようございます、えー、今朝気になったネットニュースチェック、えー、昨日のニュースに引き続きなんですけど巨人が泥沼12連敗、まあ、特別ですねあの熱烈巨人ファンというわけでは決してないんですが、えーね、吉野部監督の心中はどうなんですかねでもあの長嶋監督もねあの実は11連敗したっていうのはあの 長嶋監督の時だったらしいですけどね、長嶋監督が1年目のとだったそうですけどね、まあ、そういう意味では、あの吉野部監督もこれからですね、あの長嶋監督のようなね、偉大な監督になる、これが不責なのではないかというふうに考えている方も多いんじゃないですかね。でもまあ、球団ワースト1位はちょっとね、不名誉ですよね。巨人頑張ってもらいたいですね。まあ、今年の優勝はちょっと難しいかもしれませんね。 今日も一日頑張れるのは、皆さんの支えのおかげです。心より感謝申し上げます。いつもありがとうございます。次男が校の長谷川でした。